is now live streaming guilty gear xx アクセントコアプラス r グヌクスアクアアクパーのんびりお昼配信中。KSKSANDESU is now live. Streaming Guilty Gear XX Accent Core Plus R. GGXXACPR. ACPR. Leisurely Lunch Delivery.よし、オッケー。よし、オッケー。よしよし、よしよしよし。よしよしよし。ええかな、これ、全部。セッティングは。こんにちはですね。こんにちは。ちょっとね、時間があるんで。やりますね。多いな。多いな。やっぱりちょっと遠くしたかな。ちょっと待って。ちょっとお待ちください。
ッケー。イエーイ、こんにちは。多いですね。あ、間違えた。ごめんなさい。ごめんなさい。ビッグマッチ。日本の人っているんかな。あ、そういえば、日本とアメリカのトーナメント、エントリー先はどこですか？エントリーしますよ。参加できます。今回参加できます。初めての参加ですね。私がベスト8に入れば、猫の写真を使ってください。少しお待ちください。指が動きません。のんびりなので少しお待たせすると思います。日本の人、1、2、3人かな、いますね。3人かな。
ブラックハート。私の心はブラック。ああ間違えた。判断が甘いですよ。もう少しちゃんとやらないとな。
へい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 。あるか。あら珍しいお昼時間があったんでやってます。ボチョムキンは勝たなければなりません。ボチョムキンは筋肉を鍛えるだけです。今日は人間が配信してるんですか。猫さんはねみんな寝てるんで、今日は僕がちょっと代わりに、皆さんね力が強すぎるんで。センキューフォローありがとうございます。皆さんね、猫さんたちは力が強いんで、やっぱり。あ、センキューありがとうありがとうああ。と俺のレバーをぐるぐる回してるのが許されない。こういったね、こうポチョムキンがこういったね。あーよかった。はい、ケスケ、ハブアナイスデイ。イエス、ありがとうありがとうありがとう。日やで、日やで。嫌で嫌でじゃないな。とてもいい日ですね。寒いんで指が動かないですけど、あの猫ちゃんのねツイートをしたらものすごいびっくりしました。さっきすごい伸びてましたね、猫が配信してた。どの人だ。ジェイセリビーさんかな。フォローありがとうございます。あと、ミステイクさんね。ミステイクさんありがとうございます。フォローよろしくお願いします。
私、猫の代わりに配信しています。ケスケと言います。普段は、白くて茶色い猫が配信をしていますが、そのサポートをしています。猫ちゃんが、ね、やりたいって時は、バトンタッチして変わりますので、普段は僕がちょっとサポートしてやらせていただいてます。今日猫の方が強いんですいません、僕でよろしければ対戦はしません。猫が来るとちょっとやばいんで、猫来るとやばいんで猫来ると、やばいね。アニケさん、チワス。私は助手です。なんて言って爆捨てが出ない、わあ惜しい、ヤガミエスを置いた今見るとね、プレイヤー結構多いんです。あ、バータイさん、この時間から配信してね、4時か5時ぐらいまでできたらいいなって思います。ここから普通に昼間ね、もう3時ぐらいってちょうど暇なんですあー、ミスった。いつもね、この時間お昼寝してる。休みの日はちょっとね、何かしらしようかな。この時間のお昼寝最高だから、遊びたいです遊びたいです。
きついですよね。テスタメントのエース、ここ。あの、ラオウの時ね、テスタメントのエースってね、クソって思いますよ。わかります。だから振るんですよ、私は。だから振るんです。いや、ほら、突っ込んでこなかったらいいんですよ。延々の先端で、アンセムとか、アンセムね、飛び道具あるじゃないですか。そういうやつをね、先端でやれば。そういうあれ、読み合いっすね。牽制の差し合いです。延々振ると、振ってくるんだなと思ったら、低空ダッシュとかね。ノーマルジャンプ攻撃とかガンダッシュビッグアンディフグアンディフグビッグアンディフグ全然意味わからなかったアンディフグナイス。そう。演出して、で、テイク出してくるんだったら、しゃがみ S に変えてでしたわ。そういうあれっす。ラオウ戦はそうっす。もっと極端な話だと、演出に合わせて、なんだっけ、超強い武器。ゴレンクルーがいい。クルーがいい。あ、間違えた。リガーがない。はい、はい。イエス。遊び、遊び。テスタメント側からしたら、ラオウが一番対応しやすいんです。攻め方がシンプルなので、サポートがないんで。今の負けるってやばいね。PS 出てたのに投げられてる。これがロールバックですから。あー負ける。負ける。これに一応暴れつぶしにもなってます。ジャンプハイスラーすることによって。後からエグゼビーストが動くようになる。ジャンプ入ったらで着地を投げようとしたら、エグゼビーストがカウンターする。なんともせこい。せこい。目障りだ。
あ、来た。ナイス。ナイスナイス。アンジー離れるな。あ。よっ。マスターブが出ない。これね、投げ合うのやばいね。ちょっとフレーム、ゼロフレにしよっか。やばい。ジジ、サンキュー。ありがとう。攻め方が上手くなりましたね。ちょっと待って。If I keep playing you, I'll improve for sure. 私があなたを演奏し続けているならば、私は確かに改善します。いいですね、ドライエース先生。フェスタの牽制に江戸貝、もう大正解ですよ。江戸貝ぐる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 回してたよ。考察した時にもう一回江戸貝入力してたな。フェスタの ANS の先端は強いんで、ガードが硬い。まあ別にガード硬くてもね、僕はガードされること前提で固めてるんで。あ、間違えた。江戸会ってあの斜め上に手を伸ばすやつですよね。あれが大正解です。もしガードされたりあのミスったとしても、フェスタ側のリターンが全然ないんで、起き上がりにあれ連打でもいいです。もっと正解言うと、フェスタのバトリング中にあれぐるぐる回しててください。あの割り込めますか。体感になりますよ。テスタメントがガトリングしていく。すごいでしょ。発生早すぎる。
初走ってる。意外とありだったのか、ありありですよ。うん。テスタメントの牽制に勝とうと思ったら、ハイスラボタンかな、あの下段の攻撃あるじゃないですか、ハイスラの。あれの先端とか、で、近かったら金 S。金 S がすごい強いんで。金 S の行動がすごい嫌なんで、ラオウの。金 S アンセムだったっけ、あれがすごい嫌です。で、起き上がりに、起き攻めの時にアンセム重ねられるだけですごい削られるし、ポルト張らないといけないし、金 S アンセム、金 S アンセム。と出すと思う。そう、近づけば、もう何でもできます、ラオウは。近づくまでは、うん、普通にジャンプハイスラーとかでも全然先出しですね、先出しのジャンプハイスラー。後出しだとね、しゃがみ S に負けちゃう。結構普通の格ゲーみたいな要素ですね、ラオウの場合。他のキャラクターだったらサポートがいるじゃないですか、犬が先に行動してとか。でもラオウなかなか出ないんでね。そうそうそう、出た時用に動きを一つ考えてる方がいいです。とりあえずガンダッシュで攻めてみようっていうのは、手下が延々だけなんで。なんか私より詳しい、もう経験です。キャラ対策ほとんどしないんで、経験でこの技振ったらこれが負けるとかやってるんで、攻略サイトとかも読まないし、そうそう、ひたすらお金を入れ続けて、お金入れ続けなくてもか、対戦の中で勝ってる試合とかあるじゃないですか、そういう時にいろいろ試したりとか。ネット対戦だったら特にそうする、いろいろ試してます。だから普通に負けていく時もありますよ、ボタン連打とかしてる。プレイヤー減りましたね。無表意でもテスタに絡みに、無表意でも強いんで、とりあえず一回投げればいいんで、ザッパは。あとは、8K とか、マイピーか、6P とか強いんで。ここら辺が、当てれれば。ゲージが全部なくなってる。
憑依できる時があればカウントで憑依させた方がいいかもしれないですね。01秒とか剣とか犬とか、まあ、何でもいいかな。最初はとりあえずゲージを貯めれたら。あ、びっくりした。画面がブレるな。切れてるな。ちょっと待ってます。一回出ます。ちょっとね、気になることがあって。これ切れてるな。ちょっと調整します。よいしょ。これもちょっと気に場所が。よいしょ。これでいいかな。
Now select your character. Heaven or hell? Duel. One. Let's rock. ああ、確かにな。うん。うん。難しいな。オートディレイにした方がいいのかな。なんかあんま。しっくりこない。ああ、コマミスがひどい。あ、大津さん、お疲れ様です。そうですね。お昼間配信です。お昼寝をしなくて、配信をしてます。わ、与太郎チャレンジさんと久しぶりじゃない？めちゃめちゃ久しぶりに見た。ランキング高い人ですよ。
ページがないね。おう、レオ。お父さん。お父さん、ありがとうって。回線がいつも良くて、ありがとう。おはよう。それは常に日本の強いプレイヤーがまだアクパーを演奏するのを見るのがいいです。あ、そうですね、日本の ACPR プレイヤーを残ってるのがいいですよね。友達ですか？お友達ですか？には三層の称賛ではない、すごい早口言葉になります。
ワンチャンありやったな。あれ来るって分かってたけど。ユラナスの配信始めました。同じ日本の人ですね。やり込み。やり込み。
海外ではテスタメントの評価は高いですか？
うん、あれ弾かずに置き攻めした方がいい。ああ曲側で入力がなくなってます。オンラインの人数、そうですね、日本人の人は少ないです。海外の人は多いです。夜は日本人の人が多いですけど、あ、でもおるな、1,2,3,5 人ぐらいいますね。あ、ナス汁さんいるナスさんがいますね。お久しぶりですね、ナスさん。ナスさん逆に夜いないからね、このお昼とかいるからね。
バルカンさんですかね。0900 What other characters do you play? どういう意味ですか誰か翻訳を。早すぎたね、青ちゃんが。ああ、ごめんなさい。ありがとう。ポチョムキン。はい。アクセル。ですかね。よく使うのはポチョムキンとカイです。都会になったね。カイキスクかな。そうです。
あ、ラスさんお久しぶりです。ACPR をやっててくれてよかったです。
ちょっとあれかな、回線重たいですよね、うん、日本人同士なのに結構ちょっとやりづらい。いや、わかんないです。だってピングがこんなに低いのに結構重たいっすよ。ほらこういうミスが結構重たいっすよ。ですよ。なんだろうな。重てえな重てえな重てえな。ちょっと一回ね、部屋から出たいと思います。なんか連勝数を重ねると結構重たくなるって前教えてもらったんです。本当かどうかわからない。
わあ、出ない出ない出ない。出よっか。ちょっとトイレ行ってきます。うん、なんかね、今ね、このキャラ読み込み画面でもちょっとね、遅いんですよ。スムーズにいってないんですよ。出ないな。ダッシュが出ないな。
いや重たい重たい、いや重たい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 ダメだよこれ重たい重たい重たい、どうなんでしょうね、那須さんの方はどうなんだろう、普通通りなんかな。いやー今びっくりしたびっくりした、いやもうこんな妥協するしかないぞ。重たいな、ちょっと待って、なんでこんな重たいんだ、お初にお目にかかる、ヘブンオーヘル、デュオワン、レッツロック、思って思って、このステージが悪いんかな、こうなってきたな、このステージじゃなくて、ね、だから、ね、あんまやらない方が、What?
すんげえ重てんだけど。Are you interested in coming to North America at all to compete? あなたは競争するために北アメリカに来ることに興味がありますか？北アメリカ。すごい。ああいう。ウザカナダ。初めからアメリカ、カナダ。北米での試合には全く興味がないんです。興味あります。カナダ。ちょっと猫のご飯タイムです。キャットランチタイム。それは私がカナダに行くってことですか？アルフゲーミング TV、 アルフ、こんにちは。有罪のギアデスターのキャラでテレビを。もう少しな。メロディPlease select your character. はずき、はずきキャット。今隣にいます。
あ、フォローありがとうございます。よっ、よっぴょーズ。うまいな。メイ使ってる人ってみんなうまいですよね。みんなうまい。マイク G? マイク G 元気マイク G 元気粘液に元気ポチョムキングリーンポチョムキンハルクですね、ハルク。昔に帝で対戦しました。あ、センキュー、フォローセンキュー、帝。よかった。元気そうでよかった。
よかったよかった。マイク G。No. もういなさそうですね。対戦がなさそうですね。置いときます。休憩します。マイク G って GGPO 開発者なんですね。イエスイエス、とてもいい人です。
Select your character.4時半ぐらいまで。1時間ぐらい。
ありがとうございます。フォロー、センキュー。皆さん、いろんな時間帯にいます。月曜昼間だぞ。簡単譜、簡単譜。It is time for Monday. 月曜の昼間はね、お休みです。平日休み。土日休みじゃないんだよ。平日休みね。基本平日休み。平日休みの方がいいです。人が全然少ないんで。
ずっと休み。ずっと休みはね、ほんと疲れ、逆に疲れますよ。いいじゃないですか。いつやります？そういうことですね。あ、お疲れ様です、ケンちゃんさん。こんな時間にいらっしゃいませ。やろうぜ。漢字が小さすぎて見えなくなった。イスカですね。いいっすか、いいっすか、そのゲームいいっすか。ありがとうございます。よろしくお願いします。早く帰ってきたのでつけたら、ケスケさんもやってた。そうなんです。私も2時間ぐらいやってます。GG2。なんだった？あ、クニオくん出たんで、みんなでやったらいいんじゃないですか？クニオくん。時代劇。はい、4人用でしょ？金ない。え？あれ100円ぐらいじゃない？違うんですか？100円ぐらいじゃないんですか？セールとかで、セールとかで 90% オフとかなくないですか？780円だった。希望でしょ。希望が何でも通ると思ったらダメっすよ。こんな希望通りにと思ったらね、なかなかね。まだスチーム版発売されてねえじゃねえか。あ、そうなんですよ。俺もうてっきりスチーム版だけやと思ってました。
あれっすよね。アークさんが、スイッチ版。アークさんが、くにおくんが発売されますよって時に配信してたやつが、うるさすぎて、ね、やばかったっすよね。見た人います？何でしたっけ？ VTuber でしたっけ？なんか、VTuber2 名を呼んで、プレイしましょうってのをやってたんですけど、音量をもう少し下げてほしかったですね。この VTuber 2人がね、もううるさすぎてね。まあ、アークだし。まあ、しょうがないですよね。あーです。あーって書いて苦しい苦ですよ。ケンちゃんさんは日本で一番好きなジャムプレイヤーです。私は個人的にテレサさんよりも彼が好きですと、ラジオネームアルフさんからいただきました。ケンちゃんさん、良かったですね。海外にファンが1名いましたよ。お便りね、まあどしどし。つまらん。まあ僕はね、このよくね、大会とかでゲームせずマイクを持ってラジオ配信をしてます。適当に喋る方がめちゃめちゃ早い。やったっすね。もう、周りのみんなに言わないとね。海外にファンがいるんだよって。海外にファンがいるんだよって言わないといけないです。
見た？見た？うまくない？ほら、やばいでしょ。やばいでしょ。やばいでしょ。ほら、見てなかった？しょうがないな。またやらないといけないじゃない。見てなかったな。ね。まあ、しょうがないから。なんとも言えないけど。次はね、ちょっと、やる前に言うんで、ちょっと見てて見ててって言って。あ、そうなんですね。やったっすね。大会でね、活躍したら、ほら、海外の人は認めてくれるんで。やったじゃないですか。僕なんか面白い動画を流したら、流して増やしていくしかないんで。面白い動画。面白動画を出すしかないんですよ。海外の人っていいですよね、そういうところ。スタミナさんね、日本代表のメディア使いだからね、もっと増えていいと思うんだけど。おかしいな。期待の星なんだけど。おかしいねえ、おかしいよね。もっと、もっと海外勢にアピールしないと。最強ミリ扱いよ。ちょっとね、そう、もっとアピールしていいと思う。うわ、ずれた。あれを全部スラバしたら俺はね、このメイという対戦はなく。自分にはネタがない。なんでもいいんですよ、なんか。昨日久々にやったら投げから面白いことやってたらみんな喜んでくれます。コートアンダーバーバックコート席集合。そう。I did not pick it at all from throwing yesterday after a long time. 凡人の老いには理解できない。理解できるでしょ。理解できますできます。面白いことしてたいんです。飛んできた。そうそう。昨日久しぶりにやったら投げから拾えなかった。もう拾わなくていいです。投げから拾わなくても勝てばいい。投げから拾わなくて、初ミリアっていう。そういうね、スタイルでいく。よしよしよし。投げから拾った方が勝ちやすいですけど、それ以外でも強いんで。
そもそも我配信しばらく。そうですね、スタミナさんね、なんか全然ね、ないですよね。上がってないなぁと。嫌な数字が見えたわ、ちょっと。ストップ。こちら。嫌な数字が見えた。もう ACPR になるとね、別に強いとか、あれは必要ないと思う。みんなが喜ぶような動画は面白いとかすげーっていうね、見た目がそう、勝ち負けじゃなくて面白い動画が撮れたら僕はそれがすごい大切だと思います。プレイするだけでチヤホヤされる。 It will be played only by playing。イエスイエスイエス。そうですね。プラスアルファミリーです。プラスアルファミリーかっこよくない？ねえ。あれみたいにね。アダムスファミリーみたいにね。プラスアルファミリー。そうそうそう。ACPR をね、頑張ってやってる人をサポートしましょうってことです。プレイするだけでチヤホラされる。さすがスタミナさん。やっぱりね、イケメンは違いますね。レバー持つだけでも黄色い声援です。面白いです。なかなか見たことないですね。ゲームセンターでね。顔がいいからな。そう。スタミナさんがね、筐体に座ったら後ろから黄色い声援が。すごいね、ゲームセンターが新しくなった。それぞれね、ゲームセン、格ゲーのね、アーケードも、その、女性向けにね、なるようにね、女性が来やすいように、お花とか置いたり。ゲーセンに来てる女はあんまりいい思い出ないから嫌かも。そこはあれですよ、新規ですよ、新規。新規のね、女性をゲームセンターにね、筐体に座って。もっとアーケード筐体をね、おしゃれにしたらいいんじゃないですか？かわいく。D4U 稼働初期に乱入してきたレディース全員殺してた。さあ皆さん、それは、ダメですよ。それはダメですよ。ゲームつまんねえって思われますよ。ダメっすよ。状態1個しかないの。これは順番に回して。それは順番にね、回してあげてください。1個しかないんだ。
信してきます。お、いってらっしゃい。僕も終わるんでレイドしましょうか。レイドしましょうか。わーい、フォロワー増えるね。やったね。やったね、やったね。誰もフォローしなかったら面白いね。誰もフォローしなかったら面白いね。ちょっとこれはちょっと面白い。ねえ。そんなに見てるのに誰もフォローしねえじゃんか。これがね、投げれないんすよね。なんでだろう。ミフレ入れてるからかな。つまらん。ちょっと。あと1位入れてみよう。これで変わるかな。4時半や。終わろっか。スタミナさんがやったら
終わりますね。お昼寝したいんで。あ、こんにちは。夜ですか？あ、いつも通りの時間ならやりますよ。夜？夜中？うん、夜中でしたらやります。夜の11時ぐらいからですかね。頑張って起きてます。いや、大丈夫ですよ。
終わりますね。終わりますね。ちょっと見つけたんで、ありがとうございました。長い間、バイバイ。ちょっとスタミナ太郎っていうのがね、上がってきたんで、そちらの方に皆さんゾロゾロとできてますか。オッケーオッケー。おつー、今ね、星野舞さんが戦っているジョニーの人は海外の女性のプレイヤーですね。日本に住んでいます。強いでしょ。頑張ってください。はい、お疲れ様でした。皆さん、ベリー君かな、名前これで合ってる、あれ名前違うんだ、違う？こっちのレイドでやろうか。ダッシュボードからレイドしましょうか。追地の方は、レイドしますんで、よろしければ見ていってください。ではね、おやすみなさい。お、レイド、レイド来た？ありがとうございます。ちょっと今ね、コメントなど、音声などいろいろといじってるところでして、お待ちをね。わあ。これ音量大丈夫かしら？めっちゃでかくない？はい、どうもね。初心者プレイヤーです。初心者プレイヤーです。飲もうかな。あ、マイクをもうちょっと上げるべき。はいはい。あ、マイクをもうちょっと上げるべき。はいはい。あのね、マイクこれ以上上がんないっす。マイクこれ以上上がんないっす。
バランス的にはどうなんだろう。これ以上上がんないし。バランス的にはどうなんだろう。一応今 BGM をかなり下げてる状態で、下げてないかな、下がってないかな。下げてる状態で、BGM を下げるの、BGM？